どうもまさちかです。今回は先日 YouTube で公式に発表されたサンブレイクでのチャージアップスの新たな2つの技について大まかに説明しながら使えるシーンを考察したいと思います。ゆっくりしていってね。先日 YouTube でチャージアップスの武器紹介動画が公開されましたが、ご存知の方もいると思いますが、賛否の嵐で Twitter のトレンドに乗るほどでした。個人的にはチャークのクロート向けにさらに戦略的な要素が追加され、ガチャガチャ操作できて楽しそう、という印象でした。ただチャーク新規を増やすには、ダブルクロスのエネルギーブレードのような、わかりやすい大技があった方が、良かったかもしれませんね。とまあ、ここでは新たな鉄柱主義の是非は置いておき、純粋に使えるシーンについて、考察していきたいと思います。とその前に全武器共通の、鉄柱主義をおさらいしたいと思います。まず入れ替え技を切り替える、早替え。これは早替えの初赤と青、二つの入れ替え技のセットに、自分好みの異なるアクションが、あらかじめ設定でき、赤、青、赤と使用できる、入れ替え技の変更が可能となる、です。次に攻撃回避や間合いを調整できる、先駆け、早替え後に派生できる専用の移動アクションで、任意の方向に素早く移動し、モンスターの攻撃回避や、間合いの調整などに活用できる、以上が全武器共通の鉄柱主義です。では本題へ。一つ目が入れ替え技の銀追撃激震。剣強化状態の剣攻撃によって発生する、属性エネルギーを低圧処理した追撃機構。この機構で発生する属性エネルギーは、不活性状態のまま発生部位に残り、斧による攻撃によって活性化し、解放爆発を起こす。この爆発により、属性強化時間の延長もできる、というような内容です。ここでこの銀追撃が使える、シーンを二つ考察してみました。一つ目のシーン、モンスター怒り時。基本的にモンスターは怒り状態になると、攻撃力が上がる分比ダメージ量も上がるので、そこであらかじめセットしておいた銀追撃激震を、怒り状態移行時に合わせて解放爆発を起こし、スタンや特殊ダウンを取って、強攻型やホッパー型なら強攻出力、斧強化型なら解放1、解放2の、連続攻撃でダメージ量を稼ぐイメージ。次に二つ目のシーン、モンスターの大技発動時、ヌシリオレウスやヌシタマミツネなどが、大技を発動する際少し間があるので、その間にあらかじめセットしておいた銀追撃を、解放爆発させてダウンまたはひるみを発生させ、大技をキャンセルさせるイメージ。これによって安全性が増し、場合によってはダメージが稼げる。以上が銀追撃激震が使えるシーン2つです。欲を言うと銀追撃激震は、縦強化延長の効果もあるので、縦強化が切れるタイミングで使えるとなおいいです。続いて新たな鉄柱主義、即妙の構えです。こちらは鉄柱主によって、剣と斧を合体させた状態を維持、しばらくガードの姿勢を取る技、ガード後大きくのけぞると剣状態へ戻るが、ガードリアクションを小さくすることで、剣、斧それぞれの攻撃につなぐことができる、と書いている通り、ガードをすることによりのけぞらなければ、剣または斧状態に移行でき、のけぞったら剣状態へ戻る技、この文面から推測するに、おそらくのけぞるか否かは、おそらくガード性能または新たなスキル、またはガードするタイミングによるかもしれません。そしてこの即妙の構えが使えるシーンは、多弾ヒットの場面、斧強化型の場合、CFC だとガードできない多弾ヒットを、即妙の構えを使うことによってガードでき、さらには強攻出力や高出力、解放2などで追撃が可能となる、強攻型やホッパー型の場合は、GP または CFC の代わりに、即妙の構えを使うことにより、強攻出力や高出力ではなく、斧強化状態での解放2を追撃として使える、すなわち銀河からの状態でも、追撃によってダメージを稼げる、以上が即妙の構えが使えるシーンです。特に斧強化型にとっては、今まで多弾ヒットは回避するしかなかったから、かなり影響は大きいと思います。以上が新たな鉄柱主義が使えるシーン参戦です。ここまでを総括すると、即妙の構えが多弾ヒットに対応でき、ガード後のけぞらなければ、すぐに斧強化型に移行できるので、やはり斧強化型がやりやすくなる印象です。個人的には斧強化型よりも、強攻型やホッパー型の方が、爽快感があり楽しかったので、サンブレイクを機に斧強化型も、より快適に楽しくプレイできるかもしれませんね。もちろんまだ武器情報や確定事項が少ないので、今言ったシーン参戦とは全然違う、使われ方をするかもしれませんが、今ある公式の情報や SNS の情報を参考に、いろいろ考察するとサンブレイクに向けて、新たな楽しみや期待が生まれる？と思うので、皆さんもいろいろ想像してみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったと思ってもらえたなら、高評価、チャンネル登録お願いします。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。